はい、こんにちは、鈴木彩乃です。今回は K2 のピナクルプロをご紹介します。でこちらのブーツ、K2 のブーツというのはブーツを初めてそのままブーツチューンをしなくても一発目から乗りやすいブーツになってます。その理由の一つに例えば内くるぶし、外くるぶしがここにあります。入る場所です。でここをこの内くるぶしのちょっと 前の部分の真下ら辺のところにウナという二足歩行の人間の骨がしっくりくる、姿勢もしっくりきてリラックスしている中で人間の体が動きやすいというポイントがあります。ここにまずしっかり乗れます。ここに乗れることによって母子球だったりかかとだったり、私たちは動きながら斜面のボコボコの中を滑るんですけども、その中でもしっかりとした重心の体の骨の走っている部分に乗ることができるブーツです。なので私はこのブーツを履いてもブーツチューンはほんのインソールを入れてセットするぐらいしかいじりません。それぐらい乗りやすいブーツです。あともう一つあります。こちらの女性のモデルです。で私は実際こちらのミナレット100の方を使っています。でこちらは男性の先ほどのモデルよりもちょっと軽量化まではいかないんですけども、今年はバックルも軽くなって4つもついてます。でバランスがすごくよくできていて、まず株、このふくらはぎのところの長さが女性の足の長さにぴったりなので、その分ブーツ、スキーブーツを履いてるという感覚よりも実際に滑った時には体と一体感があって滑れます。私のお気に入りのブーツです。皆さん履いてみてください。